ロココ。それは18世紀後半のフランスを支配した最も優雅で贅沢な時代。超真面目なバロックの後に出現した超軽薄な芸術スタイル。ロココはそのあまりのバカっぽさから歴史の闇に葬り去られ、世界史の授業でもほとんど触れられることもありません。評論家たちはこの時代の芸術を甘ったるくて安易で化粧っぽくて下品、みだらとこき下ろします。だけど人生なんて甘いお菓子と同じ、スイートな夢の世界に溺れる、溺れまくる、それがロココの心なのです。ただ見た目の美しさのためだけに腰をギンギンに締め上げ、そのため呼吸困難を起こす。でもそれが超可愛いとされた時代、なんというアホらしさ。でも気持ちが良ければ OK と朝から晩までおみだら三昧。ちょっと飽きたら大流行の刺繍の時間、それも飽きたらおみだら再開、やっぱり飽きたら田舎をお散歩。私だってロココに身を捧げた女、フリル全開のお洋服で優雅に田園地帯をお散歩と行きたいけれど。